で、岡田野球はもう試合前に終わってると。で、シーズン前には1年間の日程は全て2軍も含めて頭に入れる。ええ。移動、休む日、練習する日、雨の集合の練習場所の確保もマネージャーと全部話し合ってたと。はいはいはい。だからここら辺もマネージャーが何人か変わったっていうのは、ここら辺のこともあると思います。ああ。中西さんがよく言ってるのは。そうそう。はい。で、23年シーズン序盤は、あんまり開幕は気にしてない。スタートダッシュがいいに越したことはないけど、それほど意識してない。で、交流戦までの目安がホームとビジターで2カードずつやんか。スコアラーがオープン戦を見て戦力分析をして、それが合ってるか合ってないかを実際やってみて見極める。新しい戦力とかでは神ではなかなかなと言ってるんで、多分今までの、戦い方は、スコアラーの人たちが戦力分析をした中で、合ってるか合ってないかの、その見極めの部分だったと。だから、今の、ね、阪神が好調なのもスコアラーの分析が良かったかもしれないですよね。そこの部分はあると思います。で、3連敗はあかんけど、普通のスタートを切って勝ち越したらええと。はい。で、よいしょ。で、平田さんが年末のラジオで言ってたのかな。コーチがあのことは資料の何ページやったっけと聞いてると、岡田監督が何ページ目を何行目やって言うと全部覚えてると。これもちょっとにわかには信じがたいんですけど。で、試合が終わった、聖徳太子みたいな。聖徳太子みたいな。試合が終わった時点から明日の試合の準備が始まると。で、さっきの、三宅さんが言ってたのは、スコアラーの意見をよく聞いたのは岡田監督だと。はい、星野監督か野村監督とかと比べると、一番聞いてくれたと。はいはい、なるほど。JFK も、もう最初にまず藤川を持ってくるのか、久保田を持ってくるのかも、全部やっぱりスコアラーの意見もちゃんと聞いていたと。で、毎朝必ず全スポーツ紙に目を通すと。各球団の試合結果、選手の様子、アクシデント、数字日程、フロント人事。選手の入れ替え、二軍の結果も全部。で、自分のとこのチームの選手のコメントや評論家の意見も全部見ると。で、これはね、前の、時は先発予想があったんですよね。今みたいにあれがなくて。で、スポニチだけ、阪神の先発投手が違ってたんですよ。他のとこと。デイリーとかサンスポと比べて。そしたら岡田監督が試合後に、スポンジだけを追ってたなと言ってたんで、多分それは本当だと思います。全部、目を通してるのは。これはよく覚えてます。コメントの中で、岡田監督の。で、岡田監督の奥さんの手記では、家の中でも常に選手のことを考えてると。野球で生活してるわけだから、なんとか見極めたいと。で、この選手はレギュラー無理でも守備に特化した方が長くユニフォーム着られると。選手本人が納得しない部分もあるかもしれないけど、少しでも現役を続けられるように、選手のいいところをパズルのピースのようにはめてあげたい気持ちでやってるみたいだと。そうですね、これが出たときっていうのは、なんか出てるんですか？多分記事に出てたと思います。記事でね、はいはい。よいしょ。で、監督の仕事はほとんど試合前に終わると。はい。準備を結構大切にする監督なんで、もう来たらトレーナーからの報告、天気予報の確認、天気予報もなんかすごい当てるって言われて、天気予報士よりも天気予報当てるって言われてたんで。で、投手コーチと最初に話して、状態の悪い投手の調整方法、今だったら、まあ、ちょっと前だと青柳投手とか、西投手とかの調整方法とかの、話し合ってるんだと思います。起用方法、相手打線との相性。で、あとトレーナーやコーチ、スコアラーなんかと話して。で、一応野球の監督は悪いことを考えていいことが起きればそれでいいという考え方。で、練習前には各コーチを通してスタメンや投手の使い方を選手に伝えると。はい。で、練習中はいろんな角度から見ると。はい、で、春のキャンプでは、2塁から3塁に回る走塁練習の時に、岡田監督が
マウンドのとこから見てたんですよね。はい、マウンド降りて、うん、はい、そういうとこから見る監督、初めて見たんでびっくりしたんですけど、はい、はいはい、あ、そういうとこから見るんだなと思って、うん、でヒートノックではショートすぐ後方とかサード後方からコーチをつけんと一人じっくり見てると、はい、これもちょっと珍しいかなと思います。監督一人でずっと見てますね。はい。よいしょ。で、特打、特飛はさせないと。はい、2003年4番浜中が開幕カード2試合で全く打てなかったときに、打撃コーチから一人だけ特打を命じられたと。はい、で、島野ヘッドコーチに、うん、まだ開幕2試合で4番に特打とか、晒し者にすると一緒ですよって進言したと。で、僕は調子の悪い4番打者ですよって見せてるということですよって言って、はい、島野ヘッドに進言して、で、それはなくなったみたいなんですよね。で、エラーした時こそ普通に練習をさせると。はい、で、2003年守備走塁コーチ時代のことだったんで、多分監督になっても同じだと思います。2000年代もそうだったんじゃないかな。うん、ペナルティーノック数増やしたりしない、ええ、選手がミスした時こそ普通に練習させる、はい、ミスの重大性を一番分かっているのは選手自身、ミスの原因を一番理解しても選手だからと、はい、うん、ここら辺はすごく、ええ、もうほんまに何にもさせ、あれ、ええええ、そうですね、だから特打特飛も今もないと思います多分。なるほどね、うん、ええ、はい、で、よいしょ、岡田阪神コーチ陣容は、はい、一応岡田監督、本の中では仲良しグループではダメだと、はい、でトップに反論できる人間が必要、はい、で違った角度の野球観を持つ存在がいてほしい、はい、生え抜きコーチは重要だが違う球団出身のコーチも採用して他球団の練習方法や角度の違う情報が入ってくると、でコーチには特に自信を持って監督こうしましょうと進言してほしいと、はい、だからなんか岡田監督なんかすごく恐怖政治とか、なんかコーチと意見がぶつかり合うとか言われてるんですけど、はい、多分コーチが進言したら、進言してくることをあんまり拒まない監督だとは思うんですよね、はい、意外と、で、インタビューでもピッチングコーチは変えたかったとか、はい、多分そういうことを言うのは多分ネガティブには監督自身は捉えてないんだと思います。はい、はい、こういう発言かと、はい、進言できるかどうかはもう日頃から自分なりに考えを巡らせてるかどうかで決まるから、どんどん進言はしてほしいと、うん、よいしょ。でキャンプはコーチが主役だと、でもコーチにはいらんこと言うな、いらんことするなと、はい、これもちょっと難しいんですけど、はい、よく岡田監督が言うには、もう3000万しかもろってない、2億の選手を教えられるんかっていうのはよく言ってます。言ってますね、なんかね。で、監督は教えてなれるものじゃないと、これは2004年時も、次の人材を、監督を育ててほしいって言われたんですけど、球団から言われたらしいんですけど、いや監督は教えてなれるものじゃないって言って拒否したみたいなんですよね。で、コーチを育てようという意識もないと、どういう技術を選手に指導しておくべきかが伝えるが、コーチに私の野球を教え込むつもりはないと、はい、勝利という目的を共有できればいい、勝利が結果的にコーチを育てることにもなると、はい、うん、だからここら辺も多分そういう意識は今のところはないと思います。そうですね。コーチを育てるっていう。まあ、でも、多分それも、多分多少なりとも根拠はあるのかな。うん。ただ、その、やっぱり戦略的がね、かなり流動的というか、うん、その状況に合わせて変化することが、うん、その、岡田野球みたいな、はい。ところがあるから、その野村 ID みたいに、形がそれこそね、うん、最初から言ってるように形があるわけじゃないじゃないですか、うん、だから教えるってだってみたいなとこあるんでしょうね、うん、でしょうね、うん、だから、まあ、うんうん、そうですね、難しいですもんね多分岡田監督の野球は、うんうんうん、だからこの前だから、大山が一塁から走って戻ってきた、はい、
ケースがなんかあったと思うんだけど、はい。なんかね、僕それ見たときに、はい。なんかダイソー出しとけよと思ったんですよね、なんか内心。はい。はい、ね。ほんでもう、その後、なんかネットの解説で、うん。それは違うと。うん。その、あえてそこでダイソー出してたら、ピッチャーも警戒すると。うん。警戒して、こう投げてくる、ああ投げてくるっていうのが、うん。出てきてしまうから、うん、あえてダイソー出さず、うん、みたいなね。その、そうですね。ダイソー出してしまうと、バッター自身も、このランナー返さなあかんという意識になるし。そうですよね。だから、うん、そういう、こう、戦略がバレるというか、うん、まあ、見えてくる部分があって。うん、あんまり大捜索も出さないですもんね。うん、意外と、うん。うん。足の速い選手がいて。うん。それを見たときに、はい、うん。あの、岡田野球の深さをまた思い知ったというか、その、あ、まあ、うん、それが全てではないと、まあ、いろんなね、あると思うし、個人個人の考えによって違うと思うし、まあ、ダイソーは出さんって言うてる4番バッターだから、やっぱりそこはね、まあ、そうなんですかね。まあ、勝負どころでは出すと思うんですけど、なるほどなと思ってね、うん、はい、すいません。はい。はい、あ、で、安藤久保田投手コーチですね。一応これは去年の秋の段階でもう過度な連投は避けると、この流れに逆らうつもりもないし、それによった傭兵になることも分かってると、でもキャンプではシーズン中のスタミナを作るための投げ込みは不可欠という考えに変わりはないと、だから久保田には投手陣に投げ込みの必要性を説くように伝えたと、はい、で岡田さんが、キャンプの解説で2年前だったかな、はい、コロナの時に、はい、いや、広島とかブルペンの裏見せてくれるでって、はい、見せてくれるのは阪神ともう一球団だけや、はい、巨人なんか行った時監督室まで呼ばれたでって言ってたんですよ、はいはい、で広島なんかはやっぱり、はい、あの前田健太投手が抜けてから投げ込みを増やさせたと、そしてやっぱ強くなったと、はいはい、投手力が、やっぱりだから投げ込みは必要やでっていうのは言ってましたね、やっぱり前田選手がいたときはやっぱり他の選手も投げ込みはあんまりしてなかったみたいですね、だからこういうところも多分ある、あると思います、はい、で安藤コーチは村上桐敷を一軍の力にと、はい、去年の秋の段階からも推薦してましたね。ああ、なるほど、うん、もう二人とも結構桐敷投手も初勝利上げてるし、村上投手はもうね、もう週頭の火曜日ですからね、投げてるのが、で極力連投は避け、長いシーズンを見据えた戦力を練っていこうと考えてるし、ここは昔のようにはいかないと俺自身決めていると、はい、でもまあどうなんですかね、でもうん、なんかでもリリーフ運用が なんかうまいとかっていう評判はありますよね、意外と、うん、なんか監督が成長したとかアップデートされたとかって言われるんですけど、あんまりその表現あんま好きじゃないんですけどまあ、うんうん、なんかね、なんかまあ年もいってこう、うん、距離感ができてるというか、そうですね、うん、はい、ね、その、まあ、存在自体がちょっとネタ化した部分もあったりして、それがすごいいい風になってるとか、ね、はい、まあ、もう監督に文句言うやつもいないやろなみたいな、そういう雰囲気が出てますよね、もう。そうですね。うん、はい。で、今岡打撃コーチですね。今岡打撃コーチを承認した、打診したんでは、もう肩がないやんかと、形で作られたバッターじゃない、みんなが打てないボールを打てるからそれが一番いいんじゃない、何でも応用できる天才バッターやから、この説明よくわからなかったんですけど、はい、後のコラムになって、もう今岡は人にはない打撃の技術を持っていたと、考え方もシンプルで相手バッテリーの考え方を読めるバッターやった、それをどう今の選手に伝え教えていくか楽しみで仕方がないと、うん、で感性豊かで選手の気持ちに寄り添える存在、
独特の考えを持っていると言われるが、俺は今岡の持つ独創性というのかな、そこに期待をかけていると。水口との2人制の打撃コーチだ。それぞれの特徴を生かし、必ず身のあるコーチングをしてくれると信じていると言ってますね。ええ、あの佐藤選手が、キャンプ序盤、めちゃくちゃ悪かったんですよね、春のキャンプ。入ってきたときに。今年ですか？今年です。はい、はい。んで、あの、2日ぐらい、3日ぐらい経った時に、今岡選手がロングティーを上げてたんですよね。はい。あの、遠くに飛ばす、あの、練習のやつで。で、その時に佐藤選手に、あの、ちゃんとタイミングを取って、足を下ろしてから打つようにしてたんですよね。はい、で、今岡選手がタイミング取れてない時は、まだ、あの、投げないで、タイミングをちゃんと取ってから投げてたんですね。はい、それをキャンプの解説福留さんだったかな、それを見てた時に、はい、あ、これはすごくいい練習方法ですよって言って、でそこから佐藤選手がどんどんちょっとずつ調子良くなったんですよね。はい、うん、もう佐藤選手キャンプ序盤めちゃくちゃ本当悪くて、どうなるんかなと思ったんですよ。まあ、今はね全然大丈夫なんですけど。そうですね。あ、はい、キャンプ序盤ってキャンプと4月っていうことね。そうですね。4月、はい、そうですね。そうですね、はい。悪かったですよね。悪かったです。で、水口コーチは、はい、井上康太選手に下半身を鋭く回しなさいと指導したと。うん。そういうのは、記事に載ってました。井上選手も、ね、もっと出てきてほしいんですけどね、なかなか、はい、でこれは佐藤選手ですね、不調、あの4月ですね、だから、不調時の時に打撃練習の際に自ら志願して、10分間おかわりで延長して練習した時があったと、だからこれは特打ちとかないんだけど、まあ、佐藤選手は実践で打撃練習をしたと、そういうことですね。で試合が始まってからこの状況でどうすればというような慌て方は絶対にない、相手もこっちの選手も監督もずっと見ている、慌てた姿は絶対に見せないと、ここはもう徹底してますね、岡田監督は、はい。で、試合のシミュレーションを細かく作っておく、勝ち展開、負け展開、同点、延長と、で最悪を想定してならなかったらそれでいいとシミュレーションしておくと、だから監督の想定内の中で試合は進んでいく。だから、関本さんが、もう一番 赤星さんが、このピッチャーで走れるかどうかだけ確認しておくと、はい、で決められたプランの中でゲームに入るから、打席でサインを見るのは確認してるだけだったって言ってましたね、はいはい、だからやっぱりそこがやっぱり強い、まあ、強い理由だと思います。あ、岡田の法則ですね。はいはい、うん、一応、まあ、これは別に、あれなんですけど、自分が動かなければ相手が動く。はい、相手が動くと対策を立てられる、はい。サインを出すから見破られる、はい。サインを出さなければ見破られない。何もしないのが一番いい采配、ベンチが何もしないで普通に勝つチームが一番強いと。で、4-0 の法則、はい。4番に4点を取るとどうしても緩みが出る。はい、次の1点を取った方に流れがいくと。はい、だから今年も結構、4番に4点取られる試合とかあったと思うんですけど、結構それもひっくり返してるのは多分そういうチームの方針というか、多分監督が伝えてるんだと思います。まだまだいけるぞっていうのは、よいしょ。で大量得点を取るより1点ずつ積み重ねる方が勝ちペースと思えたと、で相手はどうしてくるのかと考えてる方が面白いから、ベンチでも静かに構えてこちらから動かない、だからこの前の巨人戦もそうですよね、もう原監督がどんどん動いてきても岡田監督何もしないみたいな、もうとにかくチャンス1回のチャンスが来る前に待つと、試合の流れを読んでおかなくてはいけない、その場その場で采配していた後でになる、相手の監督が動くよりも前にその先を想定しておくと、常に考えうる最悪の展開を想定して試合に臨む、はい、まあ、だからネガティブ思考やっていう、ネガティブ思考です、めちゃくちゃ、ねね、それははっきり自分でも言ってましたよね、はい、でバッテリーの狙いに乗れと、関本さん岡田監督がバッテリーの狙いに乗れと教えられたと、
犠牲フライで1点取れる場合に相手バッテリーは高めになんか投げてこないと、一流のバッ、あの、一軍のピッチャーは。低めの球を叩いてゴロで内野を抜けばいいと。まあでもこれは今年には限らないですよ。今年は結構犠牲フライを打ってるんで、多分そこは、あれだと。まあそ、まあ、一つの考え方ですよね。考え方ですね。で、ノーアウト一、二塁なら左バッターだったら引っ張られないように外角中心になるから、流してショートの頭を越えるように打てばいいと。よいしょ。で、これですね。21日の広島戦。はい、1回裏に近本選手が四球で出塁したんですよね。これのコメントを出しましょうか。はい。はい。はい。よいしょ。はい。で、関本さんがラジオの解説だったんですけど、はい。はいはい、初回先頭打者が出塁して、岡田監督が動かないということはないと。はい、で、近本選手が、はい、2番中野選手の打席で、5球目で盗塁してるんですよね。はいはい、で、ここで関本さんが、ノーアウト2塁で、岡田監督は進塁打のサインは出さないと。だから中野選手にセカンドゴロを打てとは指示しないと。相手バッテリーは、打たせないために外にばっかり配球してくるんだから、はい、ここはレフトにヒットを打てのサインですと。はい、で、これは結果、レフトフライでも OK だと、はい。で、中野選手は結果、レフトフライになったから、多分これはそのサイン通りになったんだと思います。はいはいはい、うん、多分これは、多分ノイジー選手、大山選手に変にプレッシャーをかけないためのことだと思います。はいはい、あ、それと、まあ、バッテリーがね、外ばっかり配球になるから、そういう、コートに乗っかれという教えだったと思います。はい、よいしょ。あ、んで、ノーアウト一、二塁の場面、はい、後ろの打者に打ちやすい環境を作ったらなあかんと、はい、一つ例を出すと、ノーアウト一、二塁で打てのサインならゲッツーでもええと、はい、ツーアウト三塁、次の打者はものすごい打ちやすい。それが打て言うとんのに、右打ちするような変な打ち方でポップフライになって、ワンアウト一、二塁になったら次の打者打ちづらい。ツーアウト三塁なら凡退でも何の罪はないと、はい。で、ベンチから打てのサインが出たらゲッツーになっても知らんぷりしとけばええと。はい、進めてほしいならバントとかサインも出すと。はい、で、これはヤクルトの、真中さんもよく言ってるんですけど、打てのサインはヒットを打てのサインだと。進塁打を打ったらそれはサイン無視になるから。うん、だから何でもかんでも進塁打打てばなんか評価されるみたいな、はいはいはい、そういう風潮があるんですけど、多分それは違うと、はい、で、うん、DeNA の三浦監督はゲッツー打っても何事もなかったのに笑ってる時があると、はい、これははい、スコアつけててなんかそういう場面がたまにあるんですよね、はいはいはい、三浦監督は何もせんと笑ってるみたいな、怒ってるわけでもなしにっていう感じで、で例がね、これ、オープン戦なんですけど、おいしょ。おいしょ。7回。はい。はい。7回、大山選手が、はい、レフトにヒットを打って、ダイソーに上田選手が出たんですよね。はい。で、佐藤選手がフォアボールで出て、はい、6番の板山選手が6-4-3のゲッツー打って、はい、で、ツーアウト三塁になったときに、はい、DH で糸原選手がセンター前のヒットを打ったんですよね。はいはい、だからこういうことだと思います、結局。ね、はいはい。うん、いしょ。まあ、こうなったらいいということですよね。うん、というか、こういうふうに、はい、まあまあまあ、言ってた形が、はい、まあ、はまってるというかね。はい。うん、なるほど、なるほど。で、これは去年なんですけど、一番ダメなのはレフトフライだと。はい。わかりづらいですね。あ、これですね。大山、4回ですね、はい。大山選手が四球で出て、はい、で、ロハス選手がレフトにヒットを打って、はい、ノーアウト一、二塁になった時に、はい、6番の板浦選手が、
レフトフライ打ったんですね。はい。そしたら岡田監督が解説で、はい、もう、これは絶対あかんと、レフトフライは。はい、とは言ってましたね。よいしょ。で、ここですね。はい、ノーアウトで、よいしょ。ノーアウトで二塁打打たれたら、はい、これも多分解説で言ってたんですけど、はい、もうノーアウトで二塁打たれたら、うん、もう一点やってもええでって、はい、もう俺は言ってたよって。はいはいはい、多分だから多分今年もそういう方針だとは思います。うん。うん、一番ダメなのは、だからバントとかを阻止しようとして無駄なランナーを貯めていくこと。はい、で、今年の阪神って結構、バントをね、させるんですよね、相手に。うん。変に、その、なんだろう。うん。まあ、無理なシフトを引いて、うん。うん。まあ、変に打たれて。無理に吐かせない。うん。死球を、死球とかで、溜めないようにすると。ほんで、これは、才木投手の時ですね。よいしょ。29日4月のヤクルト戦の時に、おいしょ。3回裏に浜口選手かな、はい、で、二塁打打たれるんですよね。レフト戦、はいはい、レフトに、はい。で、2番の山崎選手が、送りバント成功でワンアウト三塁にさせると。で、山田選手に四球を出して、村上選手の、レフトフライ、犠牲フライで1点上げるんですけど、ここまでは多分 OK だと思います。はい、多分、でも次のサンタナ選手に、レフトにホームランを打たれるんですね、ツーランホームランを、はいはいはい。だから結果的にやっぱり山田選手のフォアボールが痛かった結果になってしまうと。そういうことですね。よいしょ。これは逆に、ヤクルト戦、ちょっと待ってください。あ、ここか。5月24日のヤクルト戦の時に、はい、3回に、長岡選手、多分、先発西投手かな。はい、西勇輝投手の時に、長岡選手に、右中間にヒットを打たれてるんですね。はい、で、ノーアウト二塁になって、で、8番の古賀選手が右打ちで、ファーストゴロ打って、ワンアウト三塁の場面になって、はい、で、次、ピッチャーの、吉村選手に、ライトフライ打たれるんですよね。はい、で、それで長岡選手が帰ってきて1点取ったと。多分それでええんですよ。はい、岡田野球では、だからチームとしてもこの1点はもうしょうがないと、だから多分チームとしての1点痛くない1点っていう感じのチーム方針だから、そんなに多分ダメージはないと思うんですよね。なるほどなるほど。はい、結果的にだから、はい、1点1点取られて4回の表2点取ってっていう感じで、はい、なるほど。ちょっとそれをおぼつかないんですけど、はい、で、これですね、エラーで出塁したら選手の動かし方、はい、で、これもあんまり実例がないんで、ちょっとよくわからないんですけど、解説でこれも言ってたんですけど、エラーで出塁した選手は基本的に動かさないと。うん、でも、今年、はい、回の先頭バッターが、はいはい、エラー、相手選手のエラーで出塁した場合は送りバントは使ってるんですけど、はい、打者がエラーで出塁してワンアウト1、2塁になった場合、はい、バントでランナーを進めようとするのはダメだと、うん、考え方として、ワンアウト2塁として考えるとバント策はない、打ってゲッツーになったとしてもダメージはない、あわよくばと点を得点を取ろうとするから変になると。うん、うん、これも僕はちょっとあまり説明があれなんですけど。うん、これちょっと難しいですね。難しいです。これは。なんで動かさないんやろ。どういう意図があるんですかね。これ、ね、だから、
どうなんですかね。うん、一応。自分、はい、その、要するに、エラーで出塁というのは、その、イレギュラーな感じだから。多分、うん、イレギュラー、そうだと思います。あんまり、こう、流れ的には岡田監督の好む流れではないという、うん、ことなんですかね。これ、ヤクルト戦なんですけど、はい、ヤクルト高津監督の采配なんですけど、ええ、4月7日の時に、ええ、ワンアウト7番サンタナ選手が小畑選手のエラーで出塁、はい、で、長岡選手がセンター前にヒットを打って、ええ、でここ、ピッチャーの小川選手が、送りバントかなと思ったんですけど、はい、小川選手が打席に入る前に三塁コーチはサイン確認してるんですよね、はいはい、だから小川選手としては送りバントのサインで、はいはい、が出なかったことに不思議に思ったんか知らないんですけど、まあ相手が青柳投手だからバントの確率が低いと呼んだのか、はい、バント失敗して小川選手を塁上に置きたくなかったのか、それは高津監督のね、あれでわからないんですけど、でも岡田監督の法則で、はい、計算に入れないっていうことになれば、はい、ここは別にワンアウト一塁あるいはワンアウト二塁と考えると、三振でもええ場面、なるほど、で次の回一回一番から始まるのはゲッツーでもええ場面、はいはい、なんですよね、これはちょっと難しいんですけど、難しいです、だから、ね、岡田監督も多分この場合だったらもしかしたらそのまま打たす可能性もあります、はい、その時が来たらまたねあれなんですけど、そうですね、分かると思うんですけど、だからそういう場面が来たら皆さんも岡田の方を出してあエラーで出たと思ってたでどうなるかっていうのがそうですね、ちょっと見どころになりますね、はいはいはい、すいません、いえいえ全然全然、はい、もういけますか、はいはい、置きます、はい、岡田監督は基本的に敗戦処理投手は置きません、はいはい、負けている展開で投げる投手は存在する、ね、ビハインドゲームを誰の力を逆転するかチームにとって欠くことのできない存在であると、はい、逆転するために投げてもらうセットアッパーであると、はいはい、だから今リリーフ陣がいるんだけど全員がもう抑えにつなげるためのセットアッパーっていう考え方です、はい、で敗戦処理なきチームという発想は若手が中継ぎからチャンスを手にするモチベーションに大きく影響すると、だから今、富田投手とか、ビーズリー投手が先発に回ってるんですよね、はい、2軍で今調整中なんですけど、はい、多分そういうところから来てるんだと思います、でドラフト6位の富田投手が開幕前のインタビューで、最初敗戦処理から始まると思うがって多分言ってたんですけど、はいはい、多分それ岡田監督が耳にしたら、多分コーチを通して注意がいってると思います敗戦処理終わらんぞって言って多分言われてると思います、はいはい、これを見てほしいですね、はい、富田ね。でも良かったですよね富田さん、はい、中継ぎでね、確か。そうですね。出てましたね。聞いてるでしょうね、やっぱり。聞いてるでしょうね。注意がいった後だったんで、多分あれだかもしれない。バントの有効性ですね、次。はい。はい、岡田監督は基本的にバント策は嫌います。はい、なんで一つアウトを やらなあかんのっていう思いです。ただ、今年はもう多分めちゃくちゃバントが多くなるとは言ってます。で、2004年の時はあまりバント使わなかったんですよね、はい、就任当初は、藤本選手があんまりバントが得意ではなかったのと、はい、3番シーツが得点圏打率が低かったっていうのもあったんで、使わなかったと、で2008年は2番打者の犠打がリーグトップだったと、3番に新井選手が入ったことで得点圏の信頼が高かったと、だからその場その場によってやっぱり変わってくると野球が、で、はい、これですね、これも解説言ってたんですけど去年ラジオで多分、バントなんか簡単成功させるの簡単やでって、はい、バントシフトしてないで転がせばええんやから、はい、それはそうなんやけどっていう話なんですけど、
で今年はもう就任直後からバントは多くなると、はいはい、バントのサインを出されるのが嫌なら打ちましょうと、ええ、でシーズン序盤2番中の選手にバント策を多用させたんですけど、ええ、多分それはシーズン序盤チームの形だったり戦い方っていうのを確立させておきたかったんだと僕は思います、はい、クリーンナップの打席の時に特に、ええ、あの常に得点圏にランナーを置いておいて、ええ、もうその形を作らせておくと、はい、ええ多分そういう形だと思います、はい、でバント策を出さないときは基本的には下位打線から上位打線に回す、ええ、上位ならクリーンアップに回すと、ええ、うん、ただし一番近本の調子や3番の意義が不調時ならバント策じゃなく、ええ、そのまま打たせると、ええ、まあ、多分 そういうそれだけではないと思うんですけど、ええ、多分まあいろいろとまたそれはあると思います、ええ、はい、んでこれも去年ですね、はい、ええ。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、はい。いつですかね。5月31日、交流戦、西武戦ですね。はい、糸原選手が、デッドボールで出塁してるんですね、ええ、5回の表、ええ。で、ノーアウトで7番が出塁したら、はい、うん、これは6番やけど、なんだか、まあ、いいか。はい、出塁したら8番と9番、どちらにバントさせるかと。あ、これ、下の方が読みやすいかな。はい、小野寺選手、7番の打席で、送りバントで9番まで回して、6回の裏に1番から始まる作戦の方が良かったと。はいはい、でも結果的には、坂本選手がフォアボールで出て、次の西勇輝投手が、サードファールフライで終わって、次の回からは、1番にまで回ってるんですけど、多分そこは良くないんですよね、結果的にそこが良くても、はい、岡田監督はそれを良しとしないぐらいの考えだと思います。はい、よいしょ。で次はネクストサークルに立たせるべき選手、これは岡田監督がもう解説者始めた時2009年から言ってることですね、ずっと、はい、ネクストバッターサークルに誰を立たせるべきか、はい、よいしょ、これはこうしましょうか、よいしょ、6回木浪選手から始まる打順の時に、はい、木浪選手がレフトにヒットを打って、はい、その時に、ネクストに小畑選手を立たせてたんですよね。はい、で、小畑選手がそのままバントを刺したんですけど、はい、ベンチの中では板前選手がヘルメットをかぶって準備はしてたんですよ。はい、だから、木浪選手が凡退したら板前選手を立たせて、あの代打行かせてたんだと思うんですけど、木浪選手が出塁した時のことをちゃんと考えて、小畑選手を立たせておくと、はい、木浪があの、お前が出たらちゃんと送るぞっていうサインをもうそこから見せると、でここですね、よいしょ、で次は逆の番ですね、はい、木浪選手が、はい、7回始まったんですけどセンターフライで打ち取られた時に、ネクストに小畑選手が用意してたんですけど、はい、ベンチから井上選手が出てきて井上選手が代打で出たと、はい、そういうところですね、うんうん、よいしょ、代打は脱出順番だけじゃなくて、ネクストに入れる選手まで考えると。で、原口選手と板浦選手は、ツーアウトで、はい、その前の打者が回ってこない時があるんですよね。ええ、うん、でも、そのままもう次の回の先頭に原口選手、板浦選手をそのまま出すんですよね。はい、そこはちょっと面白いなと思います。ええ、うん、まあ、2人とも今2軍にまで行ってるんで、またあれなんですけど、ちょっとね、こ
ここはちょっと、でもこれはね、ちょっと面白いと思います。はい、代打の切り札2人の使い方っていうのは面白いと思います。はい、糸原選手も僕も、キャンプの時結構、うん、こんなあかんでって言うたんですけど、ちゃんと今もう頑張ってるんで、もう反省してます。はい、あ、それと、去年もね、はい、中盤ぐらいからそういうネクストに誰を置くかっていうのは、矢野監督もやってました。うん、それは岡田監督意見を取り入れたかどうかわからないですけど、なるほどね。はい、うん、やってましたね。で、岡田役員、試合中のエンジンは不要。ここですね。コメントを出しましょうか。よいしょ。23年、4月28日、はい、阪神が初回に3点を先制したときに、4回の裏に、はい、ヤクルト側がエンジンを組むんですよね。はいはい、うん、僕、中継でエンジンを組んでる姿を見たら、ちゃんとエンジンって書くんですけど、はい、ちゃんとではないんですけど、まあ、好きで書いてるだけなんですけど、そうすると流れが変わったりするんで、はいはい、で、その時は凡退に抑えて、はい、5回の裏にノーアウト1、2塁のピンチをしのぐんですけど、はい、そこでもう大竹投手を下ろすんですよね。はい、そしたら岡田監督がもう試合後に向こうは変化球狙いっていうかそういう感じで来て会ってきたか会ってきていったから変えたと、はいはい、多分岡田監督も絶対そういうエンジンを組んでるのを見てるし、はい、なんて言うんだろう、向こうは多分狙いを変えてくるだろうなっていうのは多分絶対分かってたと思うんです、うん、で岡田監督はエンジンをあんま使わないんですよね多分、うん、まあ確かにそういうイメージがないですよね、うん、で、それは多分コーチ経験者誰かが言ってたと思うんですけど、はい、で、鳥谷さんが解説で、はい、エンジンはベンチ選手ともに相手投手の絞り球、対策を練っていく、はい、相手ベンチバッテリーはエンジンを組まれると配球を変えてくる場合もある、はい、それを呼んで相手配球を変えてほしい場合にエンジンを組むこともあると、はい、うん、だけど岡田監督は多分そういう使い方はしない、はい、で、うん、で相手投手への対策を変えたい場合はベンチ内で伝達していく方法があると、はい、多分そっちの方をやっていると。なるほどね、うん、それは多分僕らでは分かりづらいですね、やっぱり中継見てる限りでは、でも今年もほとんど本当に試合中エンジンを組んでるっていう阪神のベンチの姿は見てないと思います、よいしょ、あ、ここですね、もうキャッチャー行きましょうか。あ、キャッチャー行きますか。はい。うん、キャッチャー、僕はもう、ツイッターでは書いたんですけど、うん、もう2人制で欲しいでええと。うん、梅野選手も坂本選手も2人制欲しいでええやんっていう考え方なんですけど、はい。結局、梅野選手も。あ、でも、里崎もそんなこと言ってたかな。あ、そうだったんですか。うん、なんか、うん。多分僕は、うん。うんうん、梅野選手を出しても坂本選手を出してもそんな扱い方変わらないんですよ、岡田監督、もうきっちりそこはもう試合を任せるっていう感じで使ってるんで、多分2人の信頼度っていうのは十分高いんだと思います、やっぱり、よいしょ、これですね、先生の画像動画の画像から借りてきたんですけど、出してきたなこれが多分僕一番メインなんですけど、はい、もうこれは多分、はい、あれなんですけど、これですよね、梅野選手、はい、はい、梅野選手が双子座 A 型で言ってるんですけど、これは、どうしましょうか、こうしましょうか、青柳投手いてた B 型ですけど、相性的にはどっちと組ました方がいいとかってありますか？いや、わからないんですけど、まあ、この後出るんですけどね、うん、ちょっと、はい、上げてもらった方がいいかな、逆に。はい。この、僕の変な図は、ちょっと消してもらってもいいんで。そうですか。すいません、はい。はい。こっちで行きましょうか。はい。で、まあ、これ見たらね、はい。まあ、血液型じゃなくて申し訳ないんだけど、はい。
まあ、坂本選手は、まあ、サソリ座ということで、はい、女性星座なんですね、はい、やっぱり。はい。で、村上、大竹、伊藤はこれ、カニ、大牛で、やっぱり女性星座なんですよ。はい、女性星座同士の方がいいですか？同士の、やっぱ組み合わせ。うん。やっぱり、まあ、バッテリーといったら、やっぱりね、女房役というかね、その、キャッチャーを女房役と言ったりするんで、はい。ちょっとそういう相性出てくるのかなという感じは、ああ、双子座というのは男型なんですか？男性星座ですよね。あ、だからあのブルーですよね、この上の。ここら辺もだからうまく分かれてるんですね、梅野選手、坂本選手っていうのは。だから坂本選手はひょっとしたらかなりやりやすいのかもしれないですよね。ああ、なるほど。で、自分自身は大型で、うん。うん。まあ、こういう感じ、A 型、A 型、AB 型。はい。まあ、キャッチャーとしてはひょっとしたらいいかもしれないですね、確かに。なるほど。ピッチャーがやりやすいというより、うん。坂本の方がこれやりやすいんじゃないかなっていう感じ、ね。ああ、なるほど。はいはいはい、はい、ええ。ですね。それに対して、梅野の場合は、まあ、青柳ちょっと調子悪いですけど、はい。双子で、西祐貴サソリでしょ？はい。で、才木がサソリ。はい。西純也ね、調子悪いですけど、乙女。はい。はい、で、秋山が大牛。はい。この、要するに4人がもう、女性星座なんですよ。梅野は男性星座に対して、他が、はい、女性星座が多いんですよね。なるほど。うん。うん、この辺がちょっと、こう、なんかギクシャクしてる感じ。うん。はい。梅野の方にちょっと、負担が、なんかかかってるかもしれない。はい。うん、では、はい、西純也投手も、はい、うん、乙女ですからね。だから、はい、坂本にするまあ、なんですか、はい、まあ、ちょっとね、そういうと、だから、坂本の方が受け持ちが多くなるんですけど、うん。だから西純也、うん、青柳投手は伊手座っていうのは、ええ、これは男性星座なんですよ。男性だから、梅野選手と会ってるっていうことですか？はい、いいかもしれないです。でも、はい、ただ調子悪いんでね、今年は。今年の。でも、そういう、まあ、はい、ええ、わけではなくて、やっぱりその、絶対的価値観から言うと。価値観というか、いや、こう見たらね、はい、坂本、すごい評判いいんですけど、はい。なんか、その坂本やりやすいのかもしれないなっていう。ああ、なるほど。うんうんうん。そういうのがちょっと見えますよね、なんとなく。ええー。うん。じゃあ、梅野選手だったら、青柳投手と、まあ、秋山投手。秋山投手も。秋山もこれ女性星座ですもんね。ああ。やっぱ、桐敷と青柳は、まあ、いいと思う。ああ、なるほど。うんうん、そう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 。まず、結果と合致してるかどうかは別にしても。はい。うん。相性からいけばそうだと。そうですね。だからこういうピッチャー陣であれば、坂本の方がやりやすいかもしれないですよね。うん。うん、一応これ、阪神の2軍の選手とか、あと、メジャーの選手も入れてるんですけど、富田投手はどうですか？乙女座 B 型。これだから富田、これ門脇やったっけ？ちゃうわ。門別です。門別。はい。門別投手と僕ちょっと、わかんないですけど、あと、まあ、高橋春人ね。はい。まあ、井川とか、まあ、今いないけど。あ、僕が好きな入れてるだけ。だから、井川まではこれ全部、女性星座でしょ？はい。あ、そうなんですか。なんですよ。うん。はい。うん。また、ダルビッシュはこれ男性。うん。自由性男性。で、大谷翔平女性。うん。星座。で、まあ、藤波は男性星座ですけどね。はい。で、高橋春人戻ってきてほしいですよね。そうですね。うん、なんか、キャンプの時から急にいなくなって、そのまま何の情報も出てこないんですけど。うん、そうですね。ね。あれ、手術したんやったっけ？そうですね。トミー・ジョン手術したんかな。したんですよね。はい、
あの、はい、手術するまではすごかったですもんね。すごかったです。だから、あれ見たいですわ、僕もね。うん。うね、そう、藤浪選手が、男性型だったんですが。男性、だからまあ、あの、この上行ってください。あの上の表、はい、ごめんなさい、ちょっとルーレットの表。これの赤が女性星座なんです。はい。で、ブルーが男性星座なんですね。はい。ええー。なるほど。そういうことなんです。すいません。あの女性、男性で書いてると思うんですけど。まあそういうくだらん、あの。なるほど。でもね。いえいえ。うん。でも、はい、でも本当に、これ坂本さんはやりやすそう。ああ、なるほど。ね。うん。まあ本人、大型っていうのもまあ、あの、楽でしょうね。うん。ああ、うん。っていう感じはします。うん。そうなんですね、えー。もうちょっと散らばるかなと思ったんですけど、結構坂本選手寄りになるんですね。やっぱそうですね。偏りがありますね。うん、これちょっとね。なるほど。うん。まあ、これね、ね、えー、聞いてるでしょうね。いや、僕ね、ちょっと思ってんけど、マジで、はい、マジで。あの、うん、僕のパートはいいですわ。僕のパートはどうでも。はい、うん。いいんだけど、半熟さんのパートね。パートパートっていうか、半熟さんのパートっていう言い方をして、まあ、ほぼ 90% 以上半熟さんのパートなんだけど、この半熟さんの分析ね。はい。これ、相手に聞かれたら、マジでちょっとなんか気づくところがあるかもしれないですよね。ああ。ああ。え、この、え、これだけでなしに？この解説。あ、全部の解説ですか？はいはい。え、全部の解説、この、なんですか、このスコアを見ながら、この場面は、この岡田の考えが入ってるとか、まあ一応、ね。うん。ああ。うん、聞いてるでしょうね。聞いてるでしょ。聞いてるでしょ、これは。金城さんなんかは好きでしょうね。いや、まあ、はい、うん。そんなに、でもまあ、うん、はい。でもね、先生、はい、スコアつけてるの、スコアつけてるとね、大体相手のチームの弱点は分かってきます。あんま言わないですけど。別にそれはツイッターにも書かないことなんですけど、大体こんなチームこんなチーム勝てんわなっていうのをつけながら思ってます。ああ、なるほど。うん、こんなやっぱ中日はきついですか。でも結構中日戦は苦戦してましたよね、うん、阪神は。まあまあ、ここなんか、うん、なんでこんなポンポン打たれるんだろうぐらいに打たれてたんですけど、中日戦も広島戦も結構紙一重なんですよね。まあそれはそうですね、確かに、うん、ヤクルト戦もだから、そこでうまく勝ちを拾えてるだけであって、結構きつい試合展開はいっぱいあります、だから、うん、そこは正直だから、その9回2アウトからの逆転みたいなのが、そうですね、それが多いから、うん、それがだから、なんだろうな、勢いになるのか、チームの力としてそれが機能しているのかは、それはこれから分かってくると思います、やっぱり。うん、そうですね。ね、いや、なんかその、まあ、中日は別にあれなんですけど、うん、関係ないんだけど、うん、でも、うん、あれ、立浪さんと片岡さんがやってるじゃないですか。はい。ね、1軍2軍で。はい、はい、そうです。ね。はい。ほんで、なかなかこう結果が出てこないのを見るとね。はい。なんか PL があかんちゃうかみたいな。なんかね。うん。ねえ、なんか、うん、そうですね。立浪監督、うん、まあ、でも岡田監督が言うには、立浪はよう野球知ってるよとは言うんですけど、やっぱりそれがなかなかチームに浸透しないのかなと思いますね。うん、まあ、岡田監督もオリックスの時にだいぶ、あの、ね、そういうのがあったんで、多分、ねえ。うん、まあ、でも、うん、はい。うん、いやいや、まあ、若いっていうのもあるし、うん、阪神の場合は、まあ、かなり強い
ていうところにポンと入ってきたからね、今回は。まあ、そうですね。まあ、本人もそのつもりでもう、あの、最初の年からいけるやろ、はい。もうフルスロットルで行ってますからね。ね、もう来てますから。はい。うん、だから、まあ、全然違う、もう条件がね、全然違うっちゃ違うんでしょうけれども。でも、中日のあの、まとめスレなんかは見てしまいますよ、動画で。面白いから。なんか、阪神のことだったら、なんか、岡田監督もあったらなんか言われるだろうなと思うんですけど、中日とか、まあ、でも高津監督も結構言われてますよね。あ、そうですか。ダメダメな。なんかね、うん、まあ、今年ちょっと、うん。ちょっとね、あれですね、もっと行くかなと思ったけど。うん。うん、うん、そうですね。でも、そのチーム方針としては、多分これは阪神が一番強いと思います。そこはスコアつけてても、やっぱりそれは思いますね。あ、そうですか。やっぱ他のチームの、なんか、大体僕、下位打線だったりに、なんかチームのその方針というか、強さが出るんですけど、こういうチームはこういうことをしてくるって思うんですけど、やっぱりヤクルトも去年よりは、粘りがないというか、うん、そうですか。うん。うん、まあでも、わからないですね。こればっかりまだ、交流戦はまだ、あれなんで。ええ、交流戦がちょっと心配、阪神ファンとして心配というか、交流戦でも、岡田監督は、はい、あの、結構得意なんですよね、意外と。そうなんですかね。うん。あの、百勝一番乗りは岡田監督でプチ自慢してるんで。あ、そうっすか。まあでも、まあ、5割で、うん。うん。あ、これも、下出しますね、では。ええ。シーズンの展望として、ええ、まあ、4月はチームの片付けの時期、ええ、今年はこう戦っていくんだと浸透させていく、ええ、まあ、交流戦はデータも重視するが、ええ、シンプルに向かっていくことが重要だと、ええ、で毎月2つ3つ貯金でええっと、ええ、で8月までは馬なりでええと、ええ、で本当の勝負は9月、はい、で、これ、コラムには載ってるんですけども、はい、普通に戦っていくと。はい。今年は、もうこれからは。ええ、もうだから、普通に戦えばいいのであって、ええ、これが続けられるかどうか、常に普通にやるべきことを着実に続ければ大崩れはないと。はい。長いシーズン、必ず5連敗や6連敗はあるし、それも何度かやってくる。ええ、うん。必ずもう、山と谷の繰り返して、大きな谷に落ちると。ええええ、そんな時こそ普通に戦えるか、そこが真のチーム力と俺は信じてると言ってるんで、はい、もうだから多分岡田監督 も結構インタビューでもう普通っていうキーワードをもう出してきてるんで、多分もう普通に戦っていくだけっていう感じになっていくと思います。もう普通っていうのがよくあれなんですけど。まあでもそうですよね、普通にやるっていうのが、まあだから、うん、それこそあのあれ誰でしたっけ、あのすごい抑えがおった、おととしか、スアレス選手、スアレスがいた時とかね、はいはい、まあ、普通にやれば優勝してたんちゃうんかなとかね。うん、そうですね、うん、まあ、去年にしてもそうですし、うんうん、まあ、だからその普通にやるっていうのが、うん、まあ、まあまあ一番大事というか、そういうことなんでしょうね。うん、まあそうですね、うん、まあ交流戦5割でいいんですけどね、5割、うん、さすが、僕ずっと言ってるんですけど、もうドイツカード3連敗さえ避けてくれればどうにかいいと、はい、前回あのオールスター後に貯金2つでいいっていうのは、まあ、ちょっと低く見積もりすぎたんですけど、まあ 今ぐらいの感じでずっと言ってくれれば、いやそれは今ぐらいの感じで言ったらもうすごいでしょ。あ、そうですね。ね。まあ、5月は良かったですからね。まあ、そうですね。ええ、まあ、だからその反動が多分絶対来るんで、ええ、それが交流戦になるのか、そうですね。交流戦後、夏場になるのかっていうのは、ええ、絶対にそこは、ええ、はい。まあ、交流戦で変なことが起こるっていうのは、まあ、よくあるんですから。そうですね。あの、今年、だから、6日からかな、楽天、日本ハムとビジターでずっと6連戦やるんですよ。はいはいはい、多分そこで変な負け方というか、なんか力負けするようなことがあればちょっとしんどいかもしれないですね。うん。うん。そうですね。
まあ楽しみですね、でも本当に。交流戦、もタイミング的にも本当に楽しみな、ですね、感じで来ました。ね、もうスコアつける時点から今日はもう負けるだろうなと思いながらつけてますけど、ね、ネガティブに。ネガティブにね。もう7回ぐらいでもう3対2ぐらいで負けてればもう、はい、あこれはもうまた岡田監督も負ける準備するためにこういうやつ、あれだろうな、負けてもええ準備していくんだろうなと思ってたら逆転したりとかするので、まあ、ここ最近本当にそういう。そういう戦い方ですね。ねうん。でしたけど。まあ、はい、すいません、もう長い間。いえいえいえ、もうこれはもう、ね、もう言うこと出尽くしたんで、ししもう黙っときます。はい、まあ、また、いやいや、またね、どっかで、どうかな、まあ、オールスター前後でもいいし。オールスターもなんか、すごい出るって言って、はい。そうなんですよね。選手がね、いっぱい、うんうん、投票してくれたって言って、うん、まあまあこんだけ強かったらやっぱり出るでしょうね、うん、出るやろうけど、うんまあ、交流戦ですね、うん、一つポイントは、はいはい、やっぱりまあ一つ貯金あれば十分、はい、二つでもう強敵ぐらいの勝ち越しを目指すと、はい、そうですね、はいはい、ちょっとの勝ち越しでいいと思います、はい、ですいませんもう長い間、いえいえどうします、藤波はいいですか？あ、藤波選手。はい。藤波選手、大暴れしてますね。変な意味でなくて。いや、だからね、僕も心配してたんですよ。うん、あ、そうだ、はい、先生聞きたかったんですよ。ええ、そうだ、藤波選手、打者転向論っていうのを。ああ、ねえ。うん。いや、まあ、先生ずっと言ってますよね。もう言ってます。それ誰も言わないから言ってるだけなんですけど。いや、でも。3年ぐらい前。はい。いやいや、バッティング良かったじゃないですか、高校時代。はい。全然、はい、森と4番、5番やったかな確か、はい、藤波5番やったかなうん。あ、そうだったんですか、はい。と思うんですけど、いやいや、めっちゃ打ってたと思うんですよね。はい。確か、ええー。先週。うん。そうですね。だから、うん。まあ、バッティングいいし、うん足も速いんですよね。ああ、そうですね。ね、うん。うん。だから、まあ、いいんじゃないかなと思ってたけど、もう、あれからだいぶ年いってきましたもんね。うん。っていうのが、ちょっとあるんだけど、うん。頑張、うん。うん、いや、だからね、その、うん、なんか、まあ、これよく言われてることだけど、うん、阪神にいるから、こんなんないみたいなことを割と言われてたじゃないですか。はい。その、どっかへ行けばね。はい。その、イップスも治るんじゃないかとか。うん。なんか、そういう話もあったんだけど。うん。そんなことなかったですよね。まあ、それはなんか、うん。そう。まあまあ、普通のことです。まあ、みんな言ってることですよね。うん。うん、まあ、うん、でも、いい時はやっぱいいですもんね。なんか昨日かおとが良かったんかな、うんうん、うん。まあ一回だけ投げたみたいだけど。うん、藤波選手、うん、やっぱり、一軍の練習に遅刻して降格したことあったでしょ、二軍に。ありましたね、うん。もう、あそこの時点でどうにかしてあげれ、ね、出してあげることができたらな、とか。あやっぱり僕別に矢野監督悪口言うわけじゃないんですけど。慎太郎抜きでも優勝できるって言ったんですよ。あ、なんかあったかな、そんな。やっぱり僕は、あの発言はやっぱり、まあ、岡田監督の発言はよく問題されるんですけど、僕は僕なりにあの発言はちょっと、なんか、藤波選手のモチベーションを下げることになったんじゃちゃうかなと思うんで、うんうん、その時点でどうにかして、うん。うんっては思うんですけど、まあでもそれは過ぎたことだし、まあそうですね。まあ今はね、もう、ええ、うん。だから、そうですね、ええ、藤波選手、ええ。でもこれ、星座的とか、血液型とか、的にはどうですか、何でしたっけ。はいはいはい、なんかその、羊 A 型、うん。巡り合わせというか、2023年はちょっと悪いぞみたいな感じなんですかね。そんなんは、ごめんなさい。そんなん僕全然わかんないんです。
なんかあるじゃないですか、なんかこの都市は水なんかなんとかの都市って言うとあるんですけど、まあ、僕もそんな全然わからないし、あれなんですけど、わか、ねえ。でもなんかね、阪神からポスティングで出た井川投手、藤浪投手がもうメジャーで散々言われてるし、井川はすごかったですね。うん、それを出したのが岡田監督っていうのがまたなんか皮肉というか、うん、藤浪投手はねもう去年から出るっていうのはあったんですけど、なんか、阪神から来た投手はあかんなっていう言われるのがねなんか辛いですよねやっぱり。そうですね、まあ、うん、井川投手はでも、なんか下手投げとかサイドスローに変えたらもう、変えるまではもう上げないと言われてたみたいなんで、あ、そうなんですか。井川投手はそれを拒否続けたみたいなんですね。だから、3A の選手にも、なんでお前ほどのクラスが 3A なんかで投げてるんだっては言われてたみたいなんですけど。いやいや、それはそうでしょう。20勝しましたよね、確か。うん、阪神時代。うん。うん、だから、だから、やっぱりそういう、うん。うん、いやー。ですね、藤浪投手でもここまで悪くなるというかね、うん、だから僕藤浪投手に一つだけ言いたかったのは、あの秋のキャンプね去年の、自費でもええから、あの、自分でお金出してでもええから参加してほしかったんですよ、ああ阪神に、うん、うん、阪神の沖縄あの秋のキャンプにね、自分でお金出してでもええから、なんか参加して、なんかちょっとでもええもんを掴んでほしかったなっていう、なんかそういう貪欲さが欲しいというか、なんか自分はちゃんと選ばれてメディアに行くんだみたいな、なんかプライドというか、そういうのがなんかあったのかなっていう、そういう、なんか、なんていうのかな、まあ、ね、あれなんですけど。うん、わかります。わかります、うん。なるほどね。それ言う人いないですね。でも、うん、それ言う人いないですね。誰も。確かに。あの、岡田監督が秋のキャンプの方針で、もう、あの、ピッチャーはアウトハイに投げろと。はい、右投手だったらもう、あの、右バッターのアウトハイに投げても直球をとにかく目がけと。はあ、直球しか投げるなって最初の2週間ぐらいはって言ったんですよ、2クール目ぐらいは、やっぱ藤浪投手もそのくらいの思い切りの良さのいいし、ね、指導に合ってればとは思うんですけどね、なるほど、まあ、それは岡田監督が別にいいとか悪いとかいう話じゃなくて、やっぱりそういう、まあ、一つチャンスやったかもしれないですよね、うん、岡田監督の話を聞けるチャンスがあったっちゃあったかもしれない、ね、うんうん、そうそうそう、なるほど。わかりました。もうあと3分でまた切れますから、はい、そろそろ締めですかね。すいません。もう長い間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ただまあ。いやもう。ただこれを、はい、まあ、見た人はまた楽しめると思うんですよ。はい、この場面、半熟さんが使った場面やな、みたいなことはね。そうですね。まあ。話半分ぐらいで、多分岡田監督もそんなに、はい、その場その場でやっぱりね、いろんなことしてくる監督なんで、そうですね、はい、ええ、はい、でもなんか勉強になった、やっぱりその流れの中で自分の流れの中に身を置いて、やっぱこう、すいません、ありがとうございます。いろいろ考えられるってことですよね。まとめた甲斐がありました。ありがとうございます。5月も。中日戦で青柳投手が負けたときはもう反省会になるかなと思ってたんですよね。いやいや、青柳だけですよね。青柳だけですよね。その、うん、ちょっと、まあ、青柳だけで、まあ、あれも、西も悪いですけど、うん、うん、まあ、その両エースの不調っていうのがちょっと誤算だったと。まあ、でも、チームってそんなもんですよね。まあ、そうですよね。どっちかが、あかんかったらどっちかが浮いてくるっていうものなんねん。はい。すいません、もう長い間ありがとうございました。すいません、いろいろバタバタ。いや、もうこちらこそもうすいません、はいはいはい、もう黙っときますんで、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。